ハンターハンターの、あの、富樫さんの話を書いてあるんですけど、その、要は、面白いコンテンツを作れる人であれば、締め切りなんか関係ないよねって話をしたんですよ。で、あの、それに対する反論として、その、ジャンプっていう、毎週毎週、その、売ってる、その雑誌があったりとか、じゃあ、それを作ってくる印刷所があったりして、社会が回ってるから、それが重要だよねっていう話で、で、あの、多分そのそういう真面目に仕事をしている人たちっていうのが真面目であるということで評価されたいっていうところから多分出てくると思うんですけど、あの、残念ながら雑誌って減りまくってるんですよ。あの、10年前にあった雑誌で今売ってないやつっていっぱいあって、要はその真面目に、まあ、その締め切りを守って原稿を作って、印刷所の人が頑張って雑誌を作ってコンビニとか本屋に卸したとしても人は買わないんですよ。なので、その真面目で一生懸命働くっていうことって、実はあの、価値としてほぼないんですよ。あの、才能があって優秀な人がさらに真面目であれば価値があるんですよ。なので、あの、富樫さんが、あの、毎週毎週漫画描いてくれるんだったら、それはそれでいいと思います。ただ、重要なのは、時間を守ることとか、真面目であることではなくて、人が欲しがるコンテンツが作れることなんですよ。なので、人が欲しがるコンテンツを作れることっていうのができないのであれば、真面目であるってことは価値ゼロなんですよ。その、真面目であれば、じゃあもう人が物を買うんであれば、雑誌って潰れてないはずなんですよ。だって、その毎週毎週ずっとちゃんと締め切りを持って原稿を書いてるライターさんとか漫画雑誌とかがあって、でもそれがどんどん減っていくわけですよ。コミックバンチってもうなくなったと思うんですけど、そういう漫画雑誌とか、あの、飛鳥新社が出した漫画雑誌とかもなくなってると思うんですけど、なので残念ながら、その真面目であることより、その人がお金を払いたくなるような価値を作れるクリエイターっていう方が価値があるというより、人がお金を払う価値っていうのを持ってない人って価値ゼロなんですよ。ただその人たちが作ったものを提供するのは真面目な人が回さなきゃいけないよねってあるんですけど、これってワーカーの考え方なんですよね。で、その例えば印刷工場の人たちとかが真面目に働いてるっていうのってあるんですけど、でも残念ながら真面目に働いてるだけの人って非正規雇用だったり、外国の人たちの労働者だったりとか、そもそも論外国でこれ作るわみたいなので会社ごとなくなったりするんですよ。例えば、その、じゃあ、タオルを一生懸命作って、毎日、その、朝9時に出社して、その、じゃあ、あの、一生懸命タオルを作ってるおっさんがいましたと。で、そのタオル工場って、でも、日本でタオル作るより、中国でタオル作る方がよくねっていうので、会社ごとなくなるんですよ。なので、そのタオル職人の作るタオルを買いたいっていう人がいれば、その人はずっと仕事があるんですよ。なので、その、優秀っていう言葉って、あの、太陽に秀でてるっていう意味なんですけど、その真面目であることって残念ながら他の人より秀でてるという能力ではないんですよね。その要はもっと安い人がいたら別に安い方に行くよねっていう話なので、なのでまあ、僕がそれ書いた時に割と反発が Twitter で多かったんですけど、そのじゃあ真面目であるということを褒められたことで真面目な人の方が良いよね、真面目な人で生きてった方がいいよねっていうのをその思い込んだことで何か幸せになりますかっていう話だと思うんですよ。要はその僕みたいに真面目であることって無価値だよっていう人って少ないと思うんですよ。ただその真面目であることが良いよねって言ってそれを信じた人って、あのリストラになったり非正規雇用になったり、まあ、アルバイトになってると思うんですよね。でアルバイトで長時間働いてる人って大体時間ちゃんと守るんですよ。アルバイターって時間守れないとクビになるんで、でもじゃあアルバイターをずっと続けてて幸せになれますかっていうと、あの残念ながら給料低いじゃないですか。で僕時間も守らないし、あの今日のスパの仕事もあの13分ぐらい遅刻してから配信始まったんですけど、でも残念ながらあの一般のアルバイターの方よりお金稼いでるんですよ。でそれがなぜかっていうと、真面目というよりも真面目じゃない部分の価値を持ってるからなんですよね。その遅刻をしたとしてもあの金が稼げるんだったらその人の方がいいよねっていうのがあるので、なのでその、僕はその真面目な人って無価値だよねっていうことで多分反発があって、その良くないとかそういう社会的な価値観が良くないって思う人いらっしゃると思うんですけど、多分それでその真面目な方がいいよねって信じた人って多分長期的には損してて、
その何らかしらの価値を作った方がいいよねっていう僕のメッセージがちゃんと受け取れてる人の方が長期的には得をすると思うんですよね。で、まあこれがどういう話かというと、要は多数の方がバカであるっていうのって、あの20分前ぐらいに言ったわけじゃないですか。で、その多数派が間違ってるので今の日本の現状があるんですよ。なのでみんなが言ってることっていうのが間違っていて、少数の人が言ってることが正しいっていうことが結構現実日本では見えてると思うんですよね。なのでその真面目で居続けるよりも何らかの価値があって、この人のもんだったら買うっていう人が多い人の方が、あの社会としては生きやすいっていう。なので、あの例えば真面目でいくと、作家さんって多分あの真面目な人って、あの本ちゃんと自分で書いてると思うんですよ。で、僕公言してるんですけど、僕自分書いてないんですよ、本を。でも売れるんですよね。で、なぜ売れるかっていうと、あの僕が書く必要ないんですよ。あのその編集者の人って、その社会にこれを伝えて、こういうことを伝えて、こういうのを買った人が幸せになった方がいいよねっていうので脚を立てるんですよね。なので僕が書かなかったとしても、その編集者が伝えたいことと買った人が満足するっていうものを提供できれば、それで売り上げが立つし、買った人も満足するんですよ。なのでその僕が書いてない本を買って満足してる人それなりにいると思うんですよね。あの Amazon のレビューとかで星とかつけてる人って、多分あの僕書いてないけど満足してるんですよ。なので僕が書く必要がそもそもないんですよ。なので僕が真面目でやって、僕が書きたいって言ったら多分売り上げ下がってると思うんですよね。要はその編集の人って、一般社会の人たちがどうものを考えて、どういう書き方をすると理解するかって分かってるので、多分その編集者の人が頑張った方が伝わりやすい文章になるんですよ。でも僕が真面目に書くと多分理解できない文章になるし、分かりづらい文章になるので、読んだ人も面白くないっていうことになると思うんですよね。なのでその買った人も満足するっていう結果を出すためには、僕が真面目じゃない方が売り上げが上がるし、満足度も上がるんですよっていうのが現実で、なので割とその真面目じゃない方がうまくいくよねっていう例って世の中にあるよねっていうので、まあ富樫さんっていうのが、あの連載全然やってないけど売れてますよねみたいな話で、今コメントで嫌ならやめたらってあるんですけど、僕はあの嫌とは一言も言ってないです。むしろあの1文字も書かないで本が売れるので、で何もしなくてもなんかお金だけ入っていくからマジ便利と思ってるんで、嫌ではないです。むしろ得だと思ってます、はい、っていうのがあるので、その要は真面目に自分がやるべきであるっていうより、他人に任せて1文字も書かないという方が実はうまくいくし、満足度が高いっていうのが現実としてあるんですよ。要はその現実がどうなのかっていう話だと思うんですよね。じゃあその僕がじゃあそのなんか一字一句書いた方が売れて満足するんだったら、そっちの方がいいかもしれないですけど、残念ながら多分僕一字一句書いたら本なんか一冊も出せないんですよ。書く気がないからね。でもその編集の人が出すことによって、あの出た本を買って満足してる人がいるんだったら、それって幸せな人増えてるじゃないですか。で売り上げも上がって社会が回るわけじゃないですか。あとはそのお金がなかったら社会って回らないからね。なのでその僕が書かないということは社会を、ま、回す上でも正しいし、買ってる人の満足度で言っても正しいんですよ。でそこで僕が真面目に一字一句書くことって何か意味があるんですかっていう。なのでその真面目であることっていうのはむしろマイナスの場合があるんですよね。ひろゆきさんは例外でしょ。あの皆さんがご存じないだけでゴーストで書いてらっしゃる方っていっぱいいますよ。堀江貴文さんとか。堀江さんって最近そのゴーストであることを公言するようになったんですけど、あの昔ゴーストで書いてるっていうのを僕が言ってガチ切れしたことあるんですよね。あの昔のニコ生のなんかあの堀江さんちの焼肉会かなんかのやつが多分どっかには録画あると思うんですけど、あの当時ってまだゴーストが書くっていうのがなんかあの表向き言っちゃいけないみたいな空気感だったらしくて、あの僕それ言ったら堀江さんがガチ切れして否定してきたんですよ。で、まあ、今では全然ゴースト書いてますって言ってるんですけど、あこの人結構そこ気にするんだっていうのが僕なりに面白かったんですけど、はい、っていうのがあって、なのでそのあの別にゴーストであることって別にあの本人がまあどうこうというより買ってる人が喜んでればどうでもいいと思うんですよね。すいません、堀江さんのネタ出すの良くないんで、はい、すいません。なんか堀江さんのネタを出してなんかあのネタにしてね、あのその縁を切りたい関わりたくない人にこう関わるの良くないよねっていう、はい、すいません。今ちょっと。